主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。まずお願いします。お願いします。はい、この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい、はい、歴史には様々な説や解釈がありますが、あまりその点にこだわらず適当に雑談をしています。はい、僕たちは学者ではありません。素人なので勘違いや思い込みで変な理解をしていることもあります。知らないこともたくさんありますが、知っている範囲で番組を進行していきます。はい、この点をご了承の上お聞きください。はい、はい、おもれき第6回でございます。6回ね。さあ、なかなかね、久々の収録なんですけれども、そうですね、この番組どういうわけか人気があるみたいで、らしいですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、僕も、ね、詳しいこと知らないんですけど、このいろんなねポッドキャストをおすすめするウェブがあるようで、うん、ポッドキャストステーション、178っていうのかな。178っていうのかな、わからないんですけど、ね、ごめんなさい、書いてくれた方すいません、知識がなくて。でこちらでですね紹介されてて、ああ本当にありがとうございます。さらに知名度を上げちゃうんじゃないかなと、はい、でもあまりね図に乗らず、そうそうそう、ね、コツコツと、ね、謙虚に、はい、やっていけたらと思いますね。はい、ね、ちょっとね、こんなになんかいつもランキングが上位だとはちょっと思わなかったんで、ね、心苦しいんですけれどもね。はい、はい、さあさあ、今日は6回目のおもれきなんですけれども、はい、ね、僕ねこの間トロ遺跡に行ってきたんですよ。行きましたね。はい、でこう社会科の授業で、小学校の社会科の授業で、多分5年生か6年生ぐらいになると歴史の、ね、はい、勉強が始まるじゃないですか。ありますね。でもちろんその原始時代から、原始っていうのね、うん、そのナウマンゾウとかから始まって、はいはいはい、で縄文時代、弥生時代って流れていくじゃないですか。うん、でこう弥生時代の授業になると出てくるのがトロ遺跡。うん、僕多分ですね、こう、まあ、他にもいろんなその古代の、はい、遺跡ですね、うん、縄文遺跡、弥生遺跡って、うん、ありますけど、はい、僕が小学生の時に、うん、こう地名でこう覚えた遺跡って、はい、多分トロ遺跡が最初じゃないかなと。うん、ナウマンゾウね、野尻湖でしょ、うん、でちょっと湊川源氏とか明石源氏とか、うん、あれ小学校ではやった記憶がない、ね、中学校ぐらいだと思うんですよ。高校か中学じゃないですか。で当時僕が子供だった時は縄文遺跡ってあんまり聞いたことないんです。貝塚は聞きますよ。縄文の遺跡ね、何が有名かな。三内丸山とかなかった、ね、まだなかった時ですよ。だからトロ遺跡っていうのが多分初めて聞いた、なんとか遺跡って名前のような気がするし、美味しそうな名前じゃないですか。そうだってまず字を聞く前に音から聞くでしょ。トロって、トロってマグロ、ああそっちか。そうよ、トロってしてる、ね、あ、まあトロっとしてるのも好きだけど、あ、だからあ、なるほどね、なんて名前をつけた遺跡なんだって、はい、その11歳12歳頃の時に思ったのが僕の個人的な印象なんですよ。とても印象に残ってるんです。でまあね、でも聞いたことある割に行ったことはなかったんですよ。ああそうですね、うん、なのでちょっと行ってみようかなって。なるほど、ちょっと青春18切符でかろうじて行ける頑張ったら行ける、ね、うん、なんですよね。トロは静岡県静岡市ですね。静岡駅から近いの。近いですね。あ、本当に。あ、行ったことないの。ないんです。あ、そうなの。あ、そうなんだ。静岡駅からバスで10分ぐらい。あ、本当に。だからちょっとね、元気だったら歩いていける距離なんですよ。ただですね、猛暑日の中行ったので、来たね、やめました。はい、はい、はい。
で、こう弥生時代の主な遺跡っていうと、本当僕が子供の頃はトロ遺跡と、あ と, と東京の弥生町、まあまあ土器ね、うん、弥生式土器が出てきたとこだから、東京の弥生町、弥生町っていうの町かな、うん、ですよね。でね、あとね、こうちょっと資料を見るとですね、これ奈良県ですか、唐子鍵遺跡、うん、ああ唐子鍵遺跡、はい、ってあるの、これってあれです、あの銅鐸とか出てくるとこ、うん、あのほら土器にこんな屋根に、屋根、屋根、あれ土器、銅鐸じゃないの、土器の絵だと思いますよ、確かに、にこうなんか、うん、あのくるくるくるって屋根の端っこが巻いてるような絵が、屋根みたいなね、はい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 、が出たところですか、確か。あとね、島根県の荒神谷遺跡、ああ、あれはあれだよね、銅鉾だっけ、はい、銅鉾と銅鐸が初めて出土した場所だそうですね。そこは行ったことあります。あ、そうですか。はい、あともう一つ島根県が鴨岩倉遺跡。うん、ここも銅鐸が一番多く出土したところですね。ね、うん、確かにあの学校で習った時、こう中国地方、山陰地方、うん、あとこの畿内、この近畿地方だと、はい、その銅鏡とか銅鉾とか、銅青銅の祭器のね違いで出てくるものがなんか度合いが違うって、青銅鏡の違いとか勉強しましたね、高校の時に。ああ、なるほどね、こうやって改めるとこう違うわけです。だからその当時こう出雲とかの山陰は強い国だったんじゃないかって言われるわけですね。で、あと九州地方ですね、はい、佐賀県の名畑遺跡、名畑、最古の水田跡、そうだ、ね、初期の農耕遺跡ですね、と、あと、福岡県の板付遺跡、あ、ね、縄文晩期終末に、終末における水稲農耕の存在が、うん、だから縄文時代にもう田んぼがあった、まあまあ稲作の一番早い時期のあれですよね。ですね、うん、やっぱ九州が早いんだね、まあそうですね、大陸から。で、すっごい僕これ衝撃的に覚えてるのが吉野ヶ里遺跡、まあまあ今そうですね、佐賀県ですね、弥生時代の約600年間にわたる最大級の環濠集落遺跡、うん、だから国、村がその、まあ、村っていうか国ってね、まあ、でしょうね。で、僕は吉野ヶ里は行きました、何年か前。僕もあります。もう行きたくって、行きたくって、憧れて行ってきましたね。線路から見えますよね。見えます。うん、で、僕歩いて行って、あの、本当に広大な、すごいですね。平原に、あの、何ですか、弥生時代の建物を、まあまあ、ね、復元させてね、うん、あの、竪穴式住居とかがいっぱい建ってたりして、うん、おお、もしかしてここに卑弥呼みたいな人が、あとか、邪馬台国、ね、うん、って言って、もう本当に邪馬台国の九州説がちょっと有力視された時もありましたよね。はい、うん、で、ちょっと感動しましたが、やっぱり僕の中では元祖弥生遺跡はトロですよ。いや、でも世代によって違うんでしょうね。あ、今の人は多分トロって言ってもそんな印象はないんじゃないですか。そうなんです、もうマニアックなんですか。いや、まあ、そんなことはないでしょうけど、教科書に出てこないの。え、もちろん出ますけど、太線じゃないの、太い字じゃないの、太字なんじゃないの。でもやっぱり吉野ヶ里とかの方がやっぱり全然扱いが大きいんでしょ。だから、あれ吉野ヶ里遺跡って、うん、その国という村とか国っていう形でこう残ってたっていうのもすごいし、うん、あれをすぐに観光地化っていうんですか、まあまあ、公園整備するように、うん、あれ佐賀県が当時の県の人が去って、うん、知事かな、わかんないけど動いて整備して、うん、立派な公園にしたっていうのも作戦勝ちなんじゃないかな。まあそうですね、佐賀ってもともとあんまりイメージは悪いけど観光地っていうのもないですね。今本当吉野ヶ里が佐賀を代表する、あの、ね、僕長崎に旅行に行ったんですよ、で途中に佐賀県を通るからそうそうそう、途中下車でやっぱり吉野ヶ里も行きたいから、そうです、ね、おまけって言ったらおまけだったんですよ、見えちゃうからね、うん、なので、ごめんなさい
だったんだけども、でも本当に行ってよかったんです、うん、でね、あの佐賀行った時に、うん、佐賀市で泊まったんです、一泊佐賀市内、うん、佐賀市の駅前に泊まったんですよ、うん、で夕方街出たら、うん、真っ暗、ごめんなさいねで、あの本当5時ぐらいに着いたんですよ、あの本当に9月か10月ぐらいに、はいはい、あの長崎旅行、長崎と佐賀の旅行 で長崎行きたいとこ回ってきて、で次、はい、次佐賀ねって言って、あと夕方着いて、次の日が吉野ヶ里遺跡、はいはいはい、でじゃあ佐賀でね、やっぱそのご当地のなんか居酒屋に行って、なんか普段食べれない、見たことないようなの食べに行きましょうって言って行くんだけど、まず真っ暗ね。そうだね。え、これ駅前、あの、街によって駅前が繁華街と違うところもありますし、まあね、その駅前が繁華街で喋れちゃってるところもあるし、はいはいはい、どっちかちょっとごめんなさい、喋れちゃってるのかしらって、でもここ県庁所在地だよねって思いながら、あの、行って、でだから誰も歩いてないストリートでビラ配ってるんですよ、店のお姉ちゃんが、はいはいはい、うちの居酒屋来てっつって、うん、これ断れねえなみたいな印象がありました。でちなみにですね、その佐賀のね、あの居酒屋でなんかその土地のものらしい変わったものも一応食べました。イソギンチャク、あああれだよね、なんだ有明海の干潟の、そう有明海のかな、であのイカも有名なのよね、イカ、うん、ああ呼子の、ね、うん、北の方です、ね、だけど高い一匹ね、うん、あれ水槽にいるの取ってもらって出してもらってさばいてもらってちょっと、はいはいはい、ちょっととね、旅の後半に食べるにはね、懐事情がですね、痛くて、で、まあ、でもイカは別にごめんなさい、すぐ取れたてのうまいのももちろん知ってますけど、うん、別に自分の住んでる場所でも食べれるわけじゃないですか。でもイソギンチャクは、なんかちゅうのこれ、なんかね、なんて言えばいいの？わかんない。いや、一口サイズの、大きさは本当一口サイズで、なんかね、煮つけてあるんですけど。煮てあるんですか？うん。酢の物とかじゃない？違う。煮て、煮物でしたね。なんかゴムみたいでしたね。なんとかって名前あるんでしょ？なんだっけ？わけしんのすとかじゃなかったっけ？あ、うちはイソギンチャクってメニューに書いてありました。で、今は食べないけど、昔その食料事情が悪かった頃なんかは食べてた。って聞きました。もうそっちでしたね。まあ、ね、今はちょっと色物的な感じだよね、うん。で、あとムツゴロウも食べましたよ、ね。ああ、まあそう、ね、あんまり美味しくなかった。骨っぽい。ね、そんな佐賀のね、吉野ヶ里遺跡の魅力なんですが、やっぱね、トロ遺跡、元祖、僕の中で元祖、弥生遺跡のトロ遺跡。本当にね、静岡駅から本当。トロ遺跡行きのバスも出てるんですよ。あ、バスで、うん、で近くまで、あのちょっとトロ遺跡は大通りからちょっと中に入ってくんだけど、うん、そのトロ遺跡口みたいなところで、はい、降り通るバスもたくさん走ってるので、はい、結構本数、バスの本数的には多いです。うん、で本当に僕トロ遺跡って学校で習った授業で覚えてるんですけれども。はい、トロ遺跡っていうのは、その静岡市で、軍需工場建設中の昭和18年に発見された。あ、そうなんですか。戦争中なんですね。で、戦争中であったにもかかわらず、日本で初めての弥生時代の水田が見つかったということで、新聞で当時ね、大きく取り上げられたそうです。うん、でやっぱ戦争中なんで、あの詳しい調査っていうのはやっぱできなかったんですが、戦後昭和22年から本格的な調査が行われ、どんどんと、調査やってて、昭和26年には全国に先駆けて、住居が復元され、はい、昭和27年には国の特別史跡に指定されたそうです。うん、うん、で、あのまあトロ遺跡の
トロ遺跡博物館、トロ博物館っていうのがあるんです。で僕ね、トロ遺跡やっぱ前から行きたかったところの一つだったんですよ、うん、で、あ、行こうって思ってたら、はい、そのリニューアル中で 2,3 年お休みしますってホームページに書いてあったんです。で、なんだと思って忘れてたんです、うん、で、これ今ね、トロ博物館ね、昭和に、ちょ、ごめんなさい、違います。平成23年10月にリニューアルオープンして、とても綺麗な今風な博物館ですね。昔は本当にこんな、こうなってコンクリートの、あの、高でもほらなんだ、高床式住居を、倉庫か、高床式倉庫をモデルにしたようなコンクリート的な建物で、今でも本当汚いですよね。あの昔の、ああ、なんか、当時はモダンだったんでしょうね。なんか、そんな東京オリンピックの時代みたいな建物ですよね。で、まあ、モデルチェンジして、こう、展示されてました。で、まあ、弥生式の暮らし、弥生式土器とかね、うん、あのそういうのがいろいろとこう展示されてるわけですね。で、あのバス降りたら、うん、トロ遺跡っていうバス停降りたらもう目の前に原っぱがあるんですよ、うん、で田んぼが、田んぼみたいな原っぱがあって、そこに縦穴式住居と、うん、高床式倉庫が、高床式倉庫は1個かな。式って入れないんですよ。弥生もね、弥生式って言わないんですよ。あ、そうなの。あ、ここで時代がバレて、世代がバレてしまうね。そう、あ、そうなの。土器。あ、本当だ。高床、ほら、高床倉庫でしょ。あ、そうなの。なんで式入れないの。なんでかね。なんかあんまり入れなくなってね。縄文式もあんまり最近言わない。縄文、でも縄文土器って言ってるね。弥生土器。弥生土器。あ、そうですか。いや、なんか、なんかさ、あの話それるけどさ、うん、その僕たちが子どもの頃習った歴史用語と、うん、今って変わってるのってあるじゃない。そうそうそう、あのそれも一回特集でやりたい。そう、でも源の頼朝って違うんでしょ、あれ。あの映画とか、あの、まあまあ、足利尊氏とかも違うっていうじゃない。その辺もまた今度やろうね。うん、で、なんだっけ、縦穴住居じゃん。縦穴式住居。縦穴住居と、うん、高床倉庫が、うん、再現されてました。はい、ただね、吉野ヶ里遺跡はさ、うん、本当に出たっぴろい草原の中で、うん、こう作っのこ草原の真ん中に村を再現してるの。で、トロ遺跡って住宅街の中なんですよ。だから公園レベルなのね。なるほどね。だからあの写真撮ろうとすると、はいはい、高床倉庫とか縦穴住居のバッグは民家でお布団干すであったり洗濯物がたなびいてるのよ。それはいかがなもんかなというのがね。でもだけど それを無視すれば、あのとてもいい雰囲気の、あ、でもすごい大事ですよね、うん、それ借景というか背景、そう、やっぱりイメージで随分違うよね。でちょっとそれなりにごまかして写真も撮ってきましたが、まあ、いい感じに撮れてます、ね、でこれやっぱこうやって並んでるとですね、うん、あの高床倉庫は1個か2個ぐらいで、うん、縦穴住居は、うん、10個ぐらい、10棟ぐらいありましたね。で中にも入れます、うん、で、あの写真をね、こうそれっぽい弥生風な雰囲気の撮れる写真を撮りたいんだけど、僕行ったの週末だったんですよ、はい、そしたらほら夏休みの期間でしょ、はい、週末でしょ、何かイベントしなくっちゃ、はははってことで、この高床倉庫って2階が倉庫で1階はガレージみたいになってるわけじゃないですか。金系ですね。そこでなんかほら火の起こす体験とか、土器作りの体験はここで僕が行った時はやってなかったけど、はいはいはい、そこで人がたむろってるんですよ。いいんじゃない。邪魔。写真撮りたいの、年賀状に使いたいのにと思ってですね。思ってね、こう、で、日曜日でしょ、なので夏休みでしょ、うん、親子連れも多いでしょ、でしょうね。で、僕は景色を撮りたい。
でもほらほら誰々ちゃんほらこういうとこにね昔は住んでたのよ、中入れるわよとかって親子でさ、でそこのさそのわらぶき屋根のさ前でとかで写真家族で撮ったりするじゃん、はい、邪魔ごめんなさいね、あの分かりますよ、ね、だからあれねこうだから写真撮るのはいいんですよ、うん、でもこっちで待ってる人いるんだからささって撮ってどいてあげましょうねって気づけよと。いやいやいや、すいません暴言を吐きましたでね、あのそういうあの縦穴住居とか 高床倉庫はちょっと入れなかったと思うんですけども、うん、があのあってあの実物じゃない再現復元されたのがあります、ね、であの縦穴住居って、はい、こう屋根の形って、うん、いろんなタイプありません？あなんか普通にこう、なんていうの、天井に一本横に柱があって、うん、こうあと円錐形みたいにこう、うん、藁がこう持ってるのもあれば、あのちょっとな合掌造りみたいなこんな2階があるように見えるような感じの、うん、こう屋根が2段階になってる、なんて説明したらいいんでしょうねこれ。あのなんかそれってやっぱ地域性があるんです？まあでしょうし、多分そもそも分かんないんじゃないですか。多分屋根の写真があるわけじゃないし、このね、地面の柱は遺跡で出ますけど、家の上その上がどうなってたかっていうのは、まあ、残ってないですよね。いろんなそのね、古代の絵画とか奈良時代とかの縦穴住居なんかを参考にして。奈良時代にも縦穴住居って、奈良時代平安時代だってみんな農民のうちは縦穴住居。平安時代もそうなの、うん、え掘ったて小屋みたいなのじゃないんです？掘ったて小屋なんか木でできたお家じゃないんですか？いやいやいや、そんなのもっと後です。あそうなの？中世以降でしょうね。えだったらあの平安京とか、うん、もうその貴族が住んでるとこは、まあ、貴族が住んでるのはああいう、ね、昔のその神殿とかだけど、そうそうそう、農民が住んでるのは、えその平安京に住んでた人もそうです。いや平安京の平安京にも農民っていないの？いやもちろんいると思う。だからそうですよ、だって平安京のこんな復元図なんか、復元の模型なんか行ったら端っこの方はこんな立ってますよ。あそうなの？へえ、そんじゃあ相当千年ぐらい、千何百年前までは、うん、そんな縦穴住居にみんな住んでたんだ、多くの人は。そうですね、日本の風土には合ってたんでしょうね、まあ、自然にできたというか、ね、もうそれって縦穴住居ってちょっと掘るんでしょ？そうそうそう、低くするんですよね、ま、縦穴ですよね、地面を掘り下げて、あそうなんだ。そういうのってさ、こう歴史の教科書とかで見ないじゃん。だって有名な建築物平安時代の有名な縦穴住居なんてないもんね、うん、あそうじゃあ、まあね、相当有名な縦穴住居ないですよね、まあ、相当長いこと日本人は縦穴住居で住んでたんですね。あでもねあれ意外と入ると広いのね。大きいですね確かに、うんで、あのバーベキューとかするのは楽しいような気がしますね。はい、うん。で、あのトロ遺跡はそういう村ですよね。うん。吉野ヶ里は国ですよ。うん、まあ、一応ね。うん。だから村なんで、本当10個ぐらい、その本当に、うん、そのお家の跡の上に建ててるのかな。だ実際に。うん。実際に、うん、でまだ。全それであとこのお家の後に全部に復元してるわけじゃないので、うん、あとここにあったよっていうの形で残してるところもありました、うん、でね博物館の方に行くと弥生時代の暮らしでこんな道具使ってたんだよとか、うん、こんなもの食べてたんだよとか、うん、こう書いてあの展示色のレプリカとか、うんまあ、弥生式じゃない弥生土器なんかはまあねいろいろ、まあ、見たりしますし、あの銅鐸って置いてあったかな、置いてあったのも記憶ないよ。なんか銅鐸はね僕なんかやっぱ奈良県の石、奈良県の博物館なんかによく見ない？まあ機内が中心ですね銅鐸、ね、は、うん、で銅鏡もなんか見たような記憶がちょっとね、うん、やっぱりその農耕系の、まあまあね、水田の遺跡で有名ですよね、うんうん、なんであのそれがあの、うん、多く見られまし
った、うん、で、あとその展示物の他にですね、あの実際の弥生の暮らしを体験できるように、うん、その竪穴住居のあのレプリカ、また博物館の中にこう作って、それに実際階段登ったりとかしてこう体験できる、あと船、木彫りの骨、骨じゃなくね、うん、なんかがこうあって昔は船の上から種まいてたの？ああ、そうですね。まだ原始的な初期の水田って湿田と寒田ってですかね。湿田？乾く湿、湿気の湿と乾、乾燥の乾、はい。今はほら寒田って言って、うん、水抜いちゃうよね。水抜いちゃってこうまあ膝ぐらいじゃん。うん、で新潟県とかなんか それこそ昭和30年代ぐらいまで本当に首まで浸かるような、そんな深いところで稲育つの、そうそう、へえ、人入れないね、もともとそういう古い水田っていうのは多分だから船から撒いたんでしょう、ね、あ、そうなんだ、なんかそういうのとかのレプリカで実際さ乗ってみよう、体験してみよう、稲を植えてみようっていうような、あ、まあ、おもちゃみたいなので、はいはい、こう体験するようなのなんかはこう体験できます。うん、ほんで、で今このご時世ね、はい、ゆるキャラブームじゃないですか。あ、何あるで、トロ遺跡にもね、ゆるキャラがいるんですよ。あ、トロベトロベトロベね、あの頭が縦穴住居のあの藁の部分ね、ああ、だから見た目おにぎりみたいな形してますよね、はい、で下は弥生人みたいな布切れ一枚に今ね、あの帯で結んでるぐらいで、関東医ってですね、うん、関東医っていうんですかこれで、ね、平成21年9月10日生まれですね。で、性別は男、はい、好きな食べ物は米特徴、とにかく元気、雨にも負けない、意味が分かる。で、僕が行った時はこう博物館ね、見てたか、あのずっと見てたら、うん、ピンポンパンポーンってなって、うん、今からトロベイが現れますって事務所から出てきました。トロベイ君、うん、で写真撮りました。うん、あんまり、まあ、すごいですね、あの絵よりゆるキャラの方が可愛いかな。あ、まあいろんな好みもありますので。喋るんですか、トロベ君も。喋らないですよ。え、ゆるキャラって喋るの？あ、喋ってダメなの？そういうもんなの？喋っちゃダメよ。あ、そうなの？え、宮崎さんの町にゆるキャラいないの？いますよ。京都はなんか、なんか場所行っていいの？あの、よくまあいろんな町にね、うん、いるですね。まあ、僕の町にもいるし、やっぱ好き嫌いがあるんですけど、うん、あれね、うん、まあゆるキャラゆるキャラでまたなんか一本できそうなので、ね、はい、ね、元祖、弥生遺跡、トロ遺跡ね、ぜひぜひ行ってみてください。うん、ね、本当ですね。ちょっと行ってみよう。うん、本当ちょい寄りぐらい、夜ぐらい、1時間ぐらい、1時間ぐらいで済みます。一通りもある、うん、はい、一乗谷といい勝負じゃないかなって、時間の所要時間。本当に。うん、本当街の中にある、結局静岡って昔から人住んでたってことなんでしょうね。まあね、東海道沿いの大きな街ですよね。ね、ちょっとね、弥生文化に、はい、歴史ある弥生遺跡ですのでね、ぜひぜひ、ね、うん、遺跡としても本当に戦前から古いです。うん、すごいな、面白かったですね。吉野ヶ里、吉野ヶ里とかいうところでも、うん、面白いですけど、やっぱり比較するっていうのもね、面白いんじゃないでしょうかと。はい、はい、ですね、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。はい、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 omoreki2013@gmail.com です。はい、ツイッターもおもれきのツイッターもあります。ユーザー名は
ユーザー ID はおもれき2013です、はい。あとお便りで、あの時代に行ってみたい、あの人に、あの歴史上の人物に会ってみたい、あの歴史的な名場面を実際見てみたいっていうお便りもテーマで、募集をしていますので、そちらもよろしければご投稿してください、はい。でね、これ募集してるよって言ってね、前回の放送でも言いましたね、言いましたが、そしたらね、アマンさん、リスナーのね、アマンさんがですね、ちょっとツッコミ指摘してくれたんですけども、はい、例えば弥生時代の、はい、ね、あの当時のリアルトロ遺跡を見に行きたいとかで見に行ったりさ、こう弥生時代のあの人に会いたいとかっていうと、うん、その弥生時代と今の言葉って違うんじゃない？あーはーはー。だから僕、今の現代人がそう、あの時代に行くと、聞けないんじゃない、また方言とかももっときつかったでしょうから、はいはい、聞き取れないんじゃないのというご指摘を受けました、はい。それはですね、自動翻訳機がついておりますので聞けるものとしてください、ね、はい、確かにだって日本語って今アカサタナハマヤラワだけじゃなく、もっともうちょっと50音もっと多かったんですよね。うん、うん、なんかあいうえおもいろんな種類あったんですよね。いや、そんな話するの？またいつかね。そうですね。うん、ありますね。まあ、その辺はもう自動翻訳機がついております。今便利ですからね。はい、スマホ持っていけば聞こえますということでします、うん。はい、それでは第6回おもれきここまでにします。はい、さよなら。さよなら。